スピードが上がってからのめっちゃ怖いって。ここでちょっと、おー、やっつけた、やった、勢いで乗り切った。あ、開いた、よしよし。だいぶ魔力消費したけど、え、閉じた。何、敵コロンに切り替えよう。え、これお面つけといた方がいいんかな。いや、でもあれか、脱がんといかんのか、一旦。ちょっと待って、ふう、ちょ、一旦あれだな、ここでどこでもセーブしとこう。ここでやられてね、もう一回あの巨大な骸骨からとか、あれ話せるの、もしかして。え、何何何、パンチ、うえい、パンチしたら、パンチしたら、なるほどね。え、強くない、え、めっちゃ強くない、何何何何、怖いんだけど。え、強くない、え、強くない、ちょっと待って、え、怖い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 。そっか、別にあそこでセーブ、別にあそこでセーブせんくても入り口からそんなに遠くないんか。え、確実にさ、あ、もう2回目はあれなんすね、出てこないんすね、コウモリは。別にあそこでセーブせんくても入り口すぐそこやったわ。え、絶対なんかコツあるよね。だってゴロンでああいうあの状態はやばくない？なんか動き止めるとかさ、なんかあるんじゃないか？わからねえ。じゃ、一旦さ、あのヒントないんすか？ね、そこにいるのにヒントないの？あのお面をつけてないとダメとか。この状態で攻撃。怖い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 。動きが鈍かったのがいかんのかな。割と普通に攻撃できよるね。無敵なんかと思ったけど一瞬。相手の動きが呪いけん、ここはゴロンじゃなくて普通にリンクで素早く攻撃できた方がいいんかな。怖いんですけど。あ、なんか、身軽になった、身軽になった。いかん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 、やめてやめて。そういう感じ？怖いって。あっなるほど、身軽になるんだな。待ってよ待ってよ、そうかそうか、身軽になるんだな。なるほど。ってことは、てか体力満タンにさせてくれよ。ここまでしか回復できんな。じゃあ別にゴロンやけんダメとかいうわけではないんか。え、ゴロン攻撃できよった？なんかできてないような気するな。いや、できるはできるんか。痛い痛い痛い。
このゴロンも呪いけんさ、相手の攻撃をもろに受けよっただけでスピードが上がってからのめっちゃ怖いって。ここでちょっと、お、やっつけた、やった、勢いで乗り切った力でゴリ押ししてった。お、なんかお墓、今のやつのお墓かな。なに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 、私の魂を解放してくれたのはお前か。誰？私はイカアナ王家に仕えていた作曲家のフラットと申す者である。ほう、なんで急に作曲家。この地に残る王家ゆかりの曲は私と兄のシャープが全て作曲したもの。フラットとシャープ、ふんふん、王家ゆかりの曲、この地に残る、なんかあれ、なんかいろんなところに書かれとるオカリナの曲のことかな。壁とかね、いろいろ書かれとるとこあるけど。おう、シャープ、我が愛しき兄よ、悪魔に魂を売り私をこんなところに閉じ込めた張本人。え、お兄さん、死者を恐れぬ者よ、私の後ろに刻まれた曲をよく覚えてほしい。おお、なんか新しい曲。そしてどこかで兄に会ったら告げてほしい。我が歌が誘う数千の雨粒は私の涙、大地に轟く雷は私の怒りだと。何、なんかすげえ、え、曲を奏でることでそういう状況になるってこと？この世の終わりじゃない頼んだぞ、大好きやけどめっちゃ恨んでもありそうな感じやね。リンクに戻るか。でけえな墓。我が歌がいざなう数千の雨粒は私の涙、大地に轟く雷は私の怒りなり。呪われし暗黒の魂を浄化するメロディーをここに記さん。お、これでお兄さん浄化されるってこと？まあ、どこかしらにお兄さん現れるってことよね、きっと。嵐の歌をその胸に。何？A 下上。ふんふん。で、OK ってこと？嵐の歌を思い出した。聞き覚えのあるメロディー、呪いを吹き飛ばす嵐の曲だ。思い出した？思い出したってどういうこと？え、今までも思い出してやった？覚えたじゃなくて？ん？でも今まで大してそこの文言に引っかかったことないけん、初めてなんかな。何？思い出した、聞き覚えのあるメロディーってどういうこと？王家のなんちゃらかんちゃらって言ったよね。ゼルダとなんか関係ある？でもここハイラルじゃないよね。世界観がよくわからないどういうことなんやろ。この曲は爆弾落ちとった、なんかえ、さっきのあいつやっつけた時のかな。で、これなんかさ、入り口入ってというか落ちてきて左側になんか行けそうなとこあったよね。あっちあっち、なんかルピーがいっぱいあるな。え、あっちは出ていくの？あ、もしかしたら他の墓から落ちてくる感じかな。なんか同じような光の柱あるね。でも、あ、落ちた。でも、落ちるとしたら、なんか、この辺のお墓じゃない？あ、びっくり。あれか。お面をかぶってないと襲いかかってくる系か。あ、ほらほら、さって止まった。どうもどうも、
あちらの墓の前には誰もいらっしゃらないのよ。もう真実の目を持つ者が現れしときかけらは目覚めない。さっきまでこんなこと書いとった？真実の目？あれじゃない？あの、なんやっけ、これじゃない？まことのメガネ。なんかできるんかな。なんもできんけど。あ、もしかして見える言葉が変わるとか。傷ついた魂癒すかけらここに眠る。真実の目を持つ者が現れしときかけらは目覚めん。なんも変わらんな。別になんもないな。え、どういうこと？何もないんすか？でもここやと思うんやけどな、位置的に。関係ないんか。なんだろうな、どこに行けばいいんだろうな。ここはもう終わったんか。とりあえず曲も覚えたし、体力回復したい。あ、エポ治った。そっかそっか、夜、あ、そうよ、あいつ、話せねえのか。おお、なんだなんだ。いいひひ、お前さん面白いお面をつけてるね。あ、そっか、お面つけたまんまやった。え、怖がらないんすか。それは丘の上にある城に仕えていた兵士の隊長のお面だな。この先はこの世に恨みや未練を残した者の魂が集まりしところ、今も魂を救う者を求めてさまよっている。そのお面だけでは奴らを救うことはできないよ。他にはないのかい。他に？何、他にって。さっき習得した嵐の歌やっけ。残念だがここを通すわけにはいかないな。いっひひ、どういうことなんだろうか。嵐の歌、嵐の歌吹けばいい。どれや、どこや。これか。いい下上、いい下上。あれ？これでどう？特に何の反応もないな。じゃあダメなのか。いいひひ、お前さん自分の馬を持っているかい？牧場にいる腹黒い奴らが持っている、さまよえる魂の宿る面をかぶってなければ。さまよえる魂の宿る面？牧場にいる腹黒い奴ら？さまよえる魂に宿る面って何？今私が被ってるやつではなく？わからねえ。ここを通すわけにはいかないな。いいひひ。お面、多分これのことよね。牧場？わからん。とりあえずエポナン乗ってくればいいんか？エポナン、操作しづらいけんな。これで話しかければいいんかな。違う違う違う。ねえねえ、そこの話しかけれないねえ、話しかけれないよ。ストップしてくれ。ねえねえねえ、ねえねえねえ、自分の馬持ってるよ。なんなの、どうすればいいの。でも馬に乗った状態でさ、話しかけられないんすけどねえ、話しかけられないんですけど、どうすればいいんすかね。
牧場にいる腹黒いやつらが持っているってことは、やっぱこれあれよね、表記打たないで打たないで、表記がさ帽子やったもんね、隊長の帽子かなんかやったよね。ってことはやっぱなんか違うお面がいるってことなのか。牧場って何？傲慢兄弟のとこしか思い浮かばんねんけど、違う？腹黒い。え、そこに行ってなんか馬がどうたらこうたらって言うたよね。レースクリアせんといかんとかそういうこと？え、わからん。わからんけど、まあじゃあ今回はこの辺で終わりにしとくか。とりあえずまあストーリーは進んだ。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、まあ自分の馬となんかそのさまよえる魂がどうちゃらこうちゃらのお面で、腹黒い兄弟のおる牧場でもらってこんといかんみたいなこと言ってけん、傲慢兄弟かな、わからんけど、まあなんか違うお面が必要ってことだ。今はまだこの場所は通れんってことね。了解。